ニークラアミューズメント、皆さんどうもこんにちは。アップアップガールズカッコニキーのアミタことニークラミです。はい、本日やっていくゲームはこちら、ゼロ濡れガラスのミコです。こちらのゲームはですね、ニキちゃんの方でいくつか更新していたんですけど、今回久々にやっていきたいと思います。ホラーゲーなので、ぜひ見る方は心して見ていただければと思います。それではニクラアミューズメント開演。ニクラアミューズメント、密かの机から人探しの依頼書を見つけたユーリア、依頼書に頼り人探しを開始する。自殺した、あーなんだっけ、これ氷見の冬日、そんな人いましたっけが探していた少女百瀬はるか。ユーリは自殺した冬日が、はるかはここにいると言っていた場所、片城神社へ向かった。すごい。でその前の動画とか気になる方、ニキちゃんの方見てみてください。再生リストの方でニークラアミューズメントもまとまっているので、ぜひ見てみてください。この人がはるかさん、みんなこの人探してるんだね。あーもう全然覚えてない。走るとかでき、走るできないのか、走れない。お、走った、めっちゃ走れるじゃん。お、なんか途切れてるだね。おわー、久々だこの感じ。おおお、これがカメラ。お、なんかいるんだけど、確かねカメラでなんか撃退できるんだって気がする。このカメラすごいカメラなんですよ。あ、どっか行っちゃった。近いって近すぎてボケてるから。カメラを構えたいときは、いるんで、めっちゃそこになんか誰かいるんよ。カメラどこ、あったそう、そこにね人がいるんですよ。これがなんかこの氷上山っていうね山が、その自ら死を選ぶ人が集まるとか、なんかそういうね言い伝えがあって、そういう方々がその来る山みたいな。でこの山にはだからその幽霊とか、なんかなんだろう、いろんなことがあるらしいよ。おお、なんだ、はいチーズ。なんかある、拾う。ででんはるかの残したメモ、こんなとこにメモ残してんの。水の音で気づいて、行くのか戻るのか、戻るなら今が最後、夕日のとこに戻るなら。すごい、なんか五七五みたい。戻るなら今が最後、戻るなら。おお、すごい、ずいぶん絶叫好きな霊もいたことですね。難しい操作が久しぶりにやると、そう、これこの方にねついてくの、案内に。はいチーズ。振り返るミコ、なんかここ来たことある気がする、気のせいかな。なんかある、さっきミコさんがいた場所に。またメモだ。泣きたくなるくらい夕日が綺麗だから、ここまで来た。
夕日が綺麗、太陽ってこと？夕日は夕日か。生き残った時に見た夕日が山に入ってった。いや、この山の水に溶けるのが自然だと思った。正しいと思った。死んだ3人の最後の思いを受け取ってしまったから。夕日がだんだん近づいてきた。私が近づいているのかもしれない。めっちゃおるやん。あー、近づいてる。回避回避。こっちはな、こっちはな、バイオハザードやってたんだよ。カメラどこで構えるんだっけ。邪魔。本当にもう近いんじゃ。カメラ、あったあった、カメラあった。もうやだやだ、この粘着質な女性よくない。そうねえ、いなかったやん、さっきまでそこに。今ちょっと私そこ通るんだからさ。邪魔。もう何、めっちゃ邪魔なんだけど。カメラどこ、カメラ。でもな、私も体力がなんかなさそうなんだよな。体力なさげ。回復薬とかあったっけ。でもどこで開く。あったこれ、せいろがんね、飲もう。ほら、あんまり体力全回復する。最初からこれ飲んどけばよかった。こまめにね、これを飲んで。回復大事だから。清めの日。うん、オッケー。カメラがこれね。一回こっちに逃げて、カメラをこっちくる。ああ、もうどこもかしこも人だらけ。人じゃないか。なんなん本当に。寄ってたかって。消えた。消えないんかーい。やば、この精神力。これどうだっけな、この生命力ですよ。どう？あ、覚えてきたよ。思い出してきたよ。おるか？次に清められたいやつは、清められたいやついたら出てきな。もういない？もういないそうです。勝ちました。まあね、私ね、ゾンビと戦ったこともあるんでね。お、二手に分かれてる。迷った時はね、めちゃそれしか言わんやん。お、迷った時は右だそうです。だいたい右行けば当たる説あるよね、これ。ほいほいほー。お、ここなんとかの森。いいよいいよ。倒し方も思い出してきた。走れ。こんな暗いところに一人でな。はい、チーズ。はるかちゃんめっちゃいるじゃん。みんな溶けみんな溶けたいんだね。お、セロガンゲッツ。あざーす。2個ももらっちゃった。なんかいる？なんかいなかった？気のせいか。これどっち取るんだろう？泳いでいける系？いけないか。泳ごう。ズン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 。どこに向かってんだろ
私は一体どこへ向かっているの？私ね、最近ゲームやってて分かったんだけどね、結構最初の方にさ、なんかミッションみたいなさ、そのなんとかを探しに行くみたいなの出るじゃん。そういうのさ、めっちゃ秒で忘れるんだよね。とりあえずでも前に進む。もうなんか触った。回想シーン来たよ。何も見えないけど、でも森っぽいのかな。これはこれが首吊りの木かな。なんてこっただ。首吊りの木？多分首吊りの木です。ここで、びっくりドンキー。何？人が来て、人が来て、なんか逃げてんのか。逃げてピシャー。ほうおお、こいつじゃん。やつおったやん。だっかん。あれどこ行った？いるんだよな、どっかに。こう、うまくいかないですね、なかなか。近いんじゃ。みんな近いんだよな。すごい、カメラ大好きなんだろうねっていう感じ。もう瞬間移動はずるいやろ。それはちゃうやろ。それはちゃうやろがーい。お、のそのそ、いいよいいよ。読み合い大事だよ。どっちが先に出るっていう。この人さっき出てた人だね、あのシーンで。近いんじゃみんな。距離感、今ソーシャルディスタンスご存知？あの人でもなんか頑張ったら倒せそう。強そうだね。近い。男の人だ。あー危ない。あかん。回復だよ、もう回復。もうね、アイテム使いまくって、全回復して。あの人ほんと強いんだけど。あーでもなんか倒さないと。いや、いない？消えた？消えたぞ。なんかよくわかんないけど消えた。あのなんか鬼みたいな鬼ですね。さあ、この人についてくぞ。あ、あれが、あれだ。これが首吊りの木。敵こんな強かったっけ？私こんなね、回復薬バンバン使ってた記憶ないんだよね。ま、おお、なんかめっちゃいっぱいいるんだけど。徘徊するミコ。こんなところで何やってんすか。ちょっとみんな何してんの。消えちゃった。え、戻ってきた。この橋は私見たことある。あれ違うわ。なんでもなかった。居すぎでしょ、ほんとに。もう何殺されたら、うわ、やば、目をつぶす男。最低だ、あの人。私がちょっと一発かましてやろう。何にもこっち見てくんないのよ。わ、逃げやがった。許さねえ、マジ。あの人後でね、あの人絶対撃退するよ。メモ3つ目。夕日には夕日が見えなかった。私だけにしか見えなかった。もうさ、夕日がさ、人の夕日なのかさ、物の夕日なのか、めっちゃすごい、ね。めっちゃ夕日じゃん。あの夕日は山の中にあります。あの夕日を冬日と一緒に見られた。これ反対側に来たのかな、さっきと。この橋は。あ、ここ来たことある。はい、はいっちー。
はるちゃん、はるちゃん。ここね、見て、これ。アミタがいっぱいいるよ。ここ。ここアミタの。ここアミタの場所だから。ここめっちゃ来たことある記憶ある。あ、これだ、無限のカメラ、これだ。めっちゃ無駄にフィルム使っちゃった。はい、チーズ。この神社の中にいらっしゃるらしい。え、ここの神社めっちゃ来たことある。開けーごま。あ、いたー。あれだ、多分別の人で来たのかな。誰かいるし、しかも人じゃないのか。人か、これは。めっちゃ人っぽい、人っぽいが、人っぽいけど、人っぽい、人っぽい、まあ、頑張れば人。めっちゃ、めっちゃ人っぽいね、みんな。人形なのかな、これは。まあ、行きましょうか。人形、あれ今 A ボタン出た。開ける。開かない。強い力で抑えられてる。反対側に誰かいるぞ。明らかに反対側に、あ、こっちは開くんだ。開いたけど、開いた先、壁。壁じゃなかった。めっちゃこの人形、この人形マジどうした？階段に人形が倒れて、触れるとこそこだけじゃないでしょ、絶対。廊下にめっちゃいっぱい人形いたけど。あ、人形が邪魔で取れないってこと？嘘やん、嘘やん、これ、これ端っこすって絶対倒れるよ。頑張って通れるって絶対。そんな人形のせいにしないでよ。おー、すごい。これ、アミタ部屋、アミタ部屋です、これ。これ全部アミタ。宝だ、宝だ、宝の山だ、ここは宝だらけだ。違かった、宝じゃないのか。あれ、これ取れないのかな。拾いたい。お、来た。メモ読んだ、これはきっと。ああ、戻っちゃった、戻っちゃった。戻んないねー。拾うと思って拾わないと思って拾う。2人で生き残った時からもう最後の、もうずっと最後の1日前のような雰囲気。人すごい仲良くなって、誰にも言えない秘密を二人で共有する。後ろめたさが心地よくなってきたのかも。ずっと昔のことを話している。話すうちにいろんなことを思い出した。こんな昔のことを覚えてるもんだね。幼稚園の時に最初に描いた絵、一枚の出会い紙を冬日と二人で分け合って、お互いの顔を描いたこと。私が冬日の背を追いかけたこと、追い抜いたこと。冬日の家を建て替える前、ずっとうちに泊まってたこと。そんなこと話して笑ったり泣いたり。卒業式のこと。うわ、卒園式だ。卒園式の最後に思い出の歌を歌った時、なんとなく冬日の方を見たら、冬日もこっちを見て手を振った。一心伝心ですね。思い出の歌を歌うたび、あの時に戻りたくなる。最後が本当に目の前に見えてきたから、一番良かった瞬間を繰り返そうとしているのかもしれない。お、来た。プレゼントゲットだぜ。ハッピーバースデー。強化レンズ。ちょっとよくわかんないけど、もらったぜ。以上、この部屋。この部屋以上か。おー、なんかいる。入った。あー、失敗した。いけいけいけ、まだ間に合う、まだ間に合う。あー、取れなかった。泣き。結局何だったのこれ。取れなかった。そう、このね、なんか今のこういう時に写真を撮るとポイントが入るみたいな。すごい。階段を開ける方法を探すとね。お、ムービー来た。ムービー来たよ。どうした。おー、すげえ。私こういうキャラ大好き。なんかこの、なんていう、謎めいた。あなたも死ねないの？めっちゃエブリンみたいな感じする。私は下に行きたいんだ。死にたいのはわかるけど。じゃあそれまで遊びましょう。遊ぶの？なんかくれた、なんかくれた。あなたの人形見。人形探して
びっくりドンキーしてる、びっくりドンキーしてるよ。子供ばっか、子供だらけだ。すごい今のめっちゃあの言い回しがバイオハザードのエブリンっぽかった。私を探して、探すしか